本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ミヤヘルサは、保険調剤薬局の運営、介護、保育、食品事業の運営などをしている会社です。急騰した理由は、保育事業や介護事業を手掛ける会社であるライフサポートを子会社化すると発表したからです。丹後屋は、オーダースーツ、オーダーシャツ等の専門店の経営及び副次販売をしている会社です。急騰した理由は、今期の経常利益を増益と発表し、前期の配当を増額したからです。クロスキャットは、システム開発サービス、情報可視化、分析コンサルティングなどをしている会社です。急騰した理由は、上期の経常利益を2倍に上方修正し、2期ぶりに最高益を更新する見込みだからです。インティメートマージャーは、データマネジメントプラットフォームの提供をしている会社です。急騰した理由は、ライトランプジャパンと、ポストクッキー領域における商品開発を目的とした戦略的パートナーシップを結び、協力体制を構築したと発表したからです。玉井商船は、外交海運業をしている会社です。急騰した理由は、おそらく、北米投稿コンテナの荷動きが好調などで中小型海運株が買われているからだと思います。太陽物産は、食肉関連事業をしている商社です。急騰した理由は、中国が環太平洋経済連携協定 TPP への加盟を正式に申請したと発表したので、農畜産物の商社に注目が集まったからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。